はい、じゃあおはようございます。おはようございます。今日もまた福島御三家、最近多いね。しまらんすよで、また前回に味を占めて来ちゃいましたね。来ちゃいました、ここに来ちゃいましたね。はい、そうです。今日も狙いは白アマダイ。しかも今日はそう、青い極太の天秤仕掛けでいい超過を期待できると思います。いや本当に、はい、あとはもう日向の虫デビュー。虫デビュー、ね、自分でやっぱやっぱり餌をつけて魚を釣って最後それを食べる、そこまでが釣り人の特権です。はい、はい、その特権欲しかったらつけてください。はい、はい、お願いします。はい、はいはい、じゃあそんな感じで、はい、今日もやっていきましょう。はい、はいはい、ではよろしくお願いします。お願いします。今日はもうふざけんよ、なんか斜めになってる斜めだと思うけどな釣りが好きやね、はい、じゃあ福島御三家対フィルマーで、小さいのも大きいのも関係なく数勝負ね。しっかり数数えましょうね。負けた方が、もしもよ、あの餌が残った場合それ全部食う。どうどう、いけるね、みんないけるね。おいしそう。これを大きいんで半分にちぎりますね。ピッてちぎってで、ちぎったやつをこう針に通していくと。どうしよう、あ、触れてるやん。どうしよう、え、多分針にかけるのは怖い、いけると思うんですよ。動いて口が見えない。ここに乗っけたろ。はい、大丈夫ですか。体調、体調大丈夫です。はい、ちょっといつものように寝てないんで、はい、いつも通り寝ます。僕寝たらほんま乱獲になっちゃう。持続可能な釣りをしないと。今日も、今日もなんか調子良さそうですね。昨日のマグロは僕ですか。はい、上等カレーだったし。あ、上等カレーいいでしょ。あ、それどこ、どこにあるんですか。どこと、どこにチェーン店ですよ。あ、チェーン店。カツカレーですよ。カツカレー、やっぱり今日に向けてカツカレーやったとしたら恥ずかしい。あ時間といてほしい。あ、来た来た来た、引きますね。入ったんちゃうから。あ、アマだ、アマだ、アマ。これ白アマかも、もしかすると。あ、白アマか、白アマちゃん。おえ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 、はい、ちょっとちっちゃいけど白浜ちゃん、先制、先制攻撃食らわしましたよ。1対0。めっちゃ、あ、なんかいや、めっちゃ優しい。これなかなか俺以外の人これ気づけるかなっていう。あ、え、こっちや。めっちゃ可愛いな。まあそれはちょっとリリースやけど可愛い。可愛いな。めちゃめちゃ可愛い。釣ってやったわよ。まあ、幻の1ポイントイコール0ポイントよ。ノブ、そんなに
簡単に白浜では手に入りません。結構俺技術使ってるやっぱ白浜で高級魚やっぱりこう目が円になります。はい、そうなると殺気を感じ取られるんで、私はもう竿に触れません。これは楽してるわけではありません。これは立派な技術です。確かに白浜鯛の伝統漁法。竿から50センチコーヒーを離すところがまたそうそう、ここに置くのも大事ですよね。くそー、アキラコーヒーちょうだい俺も、うん、コーヒーというのは香りがきついでしょ。はい、もうラインから通るとあの伝わっちゃうから。あ、人間がいるな。あ、これコーヒーの香りだ。コーヒーっていうタイプ、うん、コーヒー。でもいますよ、私は釣りました。いや、もう大丈夫です、だいぶ盗んだんで。お、行きます。楽しみですね。はい、頑張ってください。頑張ってください。そっか、来た。今あったんすよ、当たり。本当に当たりあったんすか。はい、まあ、じゃあもう、でももう今いないっすよ。じゃあこれは今すごい大事な時だから、今まだ空手チョップ。なんで説明しよう。空手チョップとはバレたやつに慈悲のない空手チョップをすることだ。前々回ぐらいからバレたら空手チョップされるっていう決まりが。空手チョップからバレた気がするな、これは。来た。お、来てる。オッケー。2匹目。幻。おい、グッフィッシュ。わあ、綺麗。これでフィルマーチーム 2-0 でございます。イエーイ。ムービー撮りたい。ムービー撮れとる。何やっけ。あー、サメや。サメに来てるやん。行ってるもん。サメに来てるやん。行ってるもん。サメに来てるやん。いや、これサメにかかってます。これが何か食ってサメが食ったんや。あ、なるほど。おいおい、お前やるな。すごいの来たぞ。待って、びっくりした。飛び跳ねるから危ないから。なんでもうバレ切れたんかな。切れたんか。多分あんなのはハーデすぐ切れちゃう。やばい。バリかっこよかったんやけど。はい、それでもゼロポイント。なんか綺麗な青やったね。なんかめっちゃ青だし、でもめっちゃサメやったな。めっちゃ綺麗めっちゃ青白。そうフェイスタイルできないのか。できると思うんですけど。でもないよ。あ、取れた。あ、よかった。よし、はい、どうも。お久しぶりです。ちょっと待ってね。はい、懐かしのフィルマー号ですよ。すごい、めちゃくちゃ久しぶりの光景です、これ。あ、そうでしょう。あの、今日はね、アンリちゃんの知ってる人もいますよ。え？せーの、どうぞー。お久しぶりです。アキラでーす。どうも、ノブでーす。アンリちゃん。久しぶりです。なんか聞こえた、なんか聞こえますよ。そうなの、なんかね、そう、え、何を報告あるんですか。最近なんか東京支部動いてませんけど。確かに。そうなんです、あの長いことお休みいただいちゃってて。はい、その間にあのあら、おー、かわいい、かわいい、あー、こんにちは。泣く。おい、黒い人ばっかで泣く。じゃあ、兄ちゃん、もうその赤ちゃんの大きさからすると来月からはその子と一緒に釣り行ける感じかな。磯行ける、磯。来月ぐらいだね、もう。あの、せ。いいなぁ、私も船乗りたいです。なぁ、うん。いつかこの子と一緒にフィルマー号に乗ることを夢見て。そうだね。いいですね。とりあえず、アンリちゃんは元気だということを皆さんに。そうなんです、元気です。一視聴者として楽しみにしてる。あ、了解です。はい、イエーイ。はい、ほんじゃね。バイバーイ。バイバイ。かわいい。オッケー。トラブってると、ありゃ大変だわ、大変だ。ありゃ大変でございますね。
そうこうしてるうちに一匹あげましょうか。そうですね、アンリちゃんからちょっと元気もらったしね。来てるよ。マジか。すごい。アマダイです。ありがとうね。ちょっとサイズ小さい。白アマダイ。みんながさ、俺ぐらい釣ってくれたらさ、今頃船内16匹なんだけど、しょうがないよな、こればっかりは。結構大きいぞこれは。結構大きいよ。いいサイズ。ああ、ナイス。じゃない。ナイス。おめでとう。なんでサイレントヒットやね。俺ちょっと向こうでテラビーさんが向こうってずっと手振ってて、早く気づいてほしいから、来てる来てるったらずっと渋い顔で。最初2秒ぐらい何も映せ。カメラ。見てないな。あら。やっぱり大きいっすね。カバーできんってそれは。無理やって今から。それじゃあこれ白浜ちゃんだね。白浜ちゃん、ありがとうございます。ナイス。パキン、イエーイ。美味しそう。なんかね、さっきまで長ズボンだったのに短パンに履き替えてて、なんでかって言ったら、そうそうそう、短パン履いてるやつしか釣れてない。今短パンしか釣れてない。履き替えた途端だ。途端ですね、これは。おお、よっしゃー。出ました。生まれて初めての白浜鯛。またの名をスネ浜鯛です。はい、どうも。スネ浜さん兄弟です。どうも、スネ浜さん兄弟です。どうも、みんなスネは甘いですよ。はい、BGM 当たる歌歌ってもらっていいですか。どなでしたっけ。これがかかると荷馬車に揺られて運ばれていくぐらい。ある。はいはいはい。イエー。出す。ナイス。おお、あの飛んだ。来ました。あ、これ50センチいっちゃったなこれ。やばい。緊張して俺つま先で立ってる。はい、見えますよ。おお、でかいでかい。でかいでかい。よっしゃー。よっしゃー。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。やばい。やってるよ。簡単っすわ。ほら、大きいぞ。大きいぞ。おお、よっしゃー。よっしゃー。ナイス。簡単でーす。やりました。やりました。やっと釣りました。これにて終
了です。じゃあ今日の釣果はこちら。ヘイ、やばい、やったな、これやばすぎ、やったな、幻が18。前回よりちょっと大きいの釣れてるよね、うん、ちょっと大きくなってきますね。なかなかみんな綺麗です。いやいや本当に、はい、そんな感じで今日はこちらお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかった。やっぱ釣りは楽しいね。いや最高ですよ。ご視聴ありがとうございます。おすすめの動画はこちらです。インスタやグッズ販売の情報は概要欄をご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。